ロボットという言葉は、チェコの作家カレル・チャペック1890年から1938年が創作したと言われる。強制労働などを指すチェコ語のロボータが語源で、1920年に発表された戯曲 RUR に登場する。そもそも労働力として製造されたロボットたちが自らの意思で放棄し、人類を支配しようとする物語。人間の労働者との対立を契機に、一部の者の思惑で武器を与えられたロボットが大勢を殺戮する。以降、各国政府がロボットを兵士に仕立てたことが反乱の素地となる。人工知能 AI を搭載し、人間の意思を介在させずに敵を自動的に殺傷する殺人ロボット兵器が世界で初めて実戦使用されたという。昨春、内戦下のリビアで使われたとみられる。国連の報告書で明らかになった。ロボットが戦線に立つのはもはや空想劇ではない。実用化されれば、火薬、核兵器に次ぐ第三の軍事革命になるとか。各国が開発競争を繰り広げ、日本も議論を始めるべきだとの声もある。チャペックは作品の終盤、武装したロボットに包囲された人物に人類の愚行を嘆かせる。ロボットに戦争を教えたのは罪だと。